ワインには人と人をつなぐ魔法のパワーがある。ワイン会ってどんな感じなんだろう。みんなでワイン持ち寄って飲むんだって。セレブの合コンみたいなもんじゃないかな。うちの会社の桜木篠さん。こっちは小田和志君。小田です。ワインに興味を持ったなら僕のワイン会に来ませんか。乾杯。ごめんね、待たしちゃったかな。でも気をつけた方が。気をつけろって何それ。人のこと心配してられる立場。ちょっと高級ワイン飲ませてもらって、セレブの会に呼んでもらったからって期待しちゃってるのかもしれないけど、それ超勘違い。キャリアなの、 HIV の。分かち合えるのが仲間だろ。偽物はどこまで行っても偽物。私の大切な友達のことそんな風に言うの許さないから。待っていてくれないかな。